ナミさん、事件です。今、ダイダルスを見ると、またバージョンアップしてますね。今度は4.5.0でございます。最近、ダイダルスのバージョンアップが激しいですよね。これは、ますます頼もしくなっていると考えていいんでしょうか。はい。それでね、今回の話題は、あの、ハッキングで、自分のビットコインを取られちゃったっていう事件が多発してますので、注意喚起をしたいと思います。できればね、ナミさんの方からも、 動画など作って拡散していただければと思うんですが、それはね、あのレジャーなのみたいな。あのコールドウォレットがありますよね。なんか U. S. B. みたいな形で、あの販売されていて、その U. S. B. を。パソコンに挿して、でその中にビットコインの情報を入れる、暗号通貨の情報を入れるって感じで。スポットはずっとね、インターネットとの接続がなくなるんで、まあ安全に保有されてますよみたいな形なんですよ。 それがね、安全なのかどうかっていうことは、まあずっと議論の話題に上ったきり、全然結論が出なかったんですけども、この度ね、あの各地で重大な問題が起きてるのは、そのレジャーナノ USB で暗号通貨を保全して置いといたら、再度接続した時にはね、消えちゃったってことなんですよ。これが何を意味するかっていうと、そのレジャーナノなる、まあレジャーナノっていう商品名なのかな、あれは。まあコールドウォレットですよね。USB 型のコールドウォレットに、あの、最初からね、 スパイウェアが入っていて接続すると自動的にインターネットを通じて入力されたビットコイン情報を特定のどこかに送金するっていう仕組みがあるんですよでそれもね USB を外した後でそういうふうな機能が発動するらしいんですよだから再度接続した時に、えー、ログインすると吸い取られちゃうみたいなねいこんなことが起きるわけですよもうついにね世の中ってのは誰をだまそうかっていう そういう風なね、騙し合い合戦になってきたのかなと思うと非常に悲しいことがありますよね。まあ最近のお日本維新の会とかね、あの辺もそうですけども、あの維新の会っていうのは、まあいろんな経費を寄付してるってずうふずっと振れ回ってたんですけども、なんかね、自分の口座に寄付してるらしいんですよね。うん。まあ自分で立ち上げた政党に自分個人から自分の政党に寄付してるっていう形なんですけども。 こんなバカな、ね、大阪人は騙せてもね大阪以外の人間は騙されないぞって私は思うんですけどねなんでこういう人をねもう大阪も大阪の府民さん市民さんも応援しちゃったのかなと思ってね本当簡単に騙されちゃったんでしょうねんまあ何なんでしょうねこれはねひどい世の中になってくると思いますよどう騙すかにかけているというねだからその分だけ誠実にやってる人があのやっぱり最終的には 勝てるというか生き残るんじゃないかなとそういうふうな正直な世の中であってほしいなと思うばかりでございますいや今回もね、うん、いろいろ思うことありましたけども事件としてはそういうことでございます事件名はダイダイスバージョンアップですでいかがでしょうかそれでは失礼します